给我，请给我，请给我の後に欲しいものを言います。これをくださいというときは、请给我这个と言います。这个はこれという意味でしたね。あれくださいと言いたければ、请给我那个と言います。三つくださいというときは、请给我三个と言います。1つとか3つなど個数を伝えるときは数字の後ろに「ぐ」をつけます。1から10まで数字の読み方は以前の講義で復習してくださいね。ただし2つという場合は「二个」とは言わず「两个」と言います。两个、两个、これだけは違うので、意識して覚えてくださいね。2つくださいは、请给我两个と言います。最後に、袋をくださいという表現を覚えましょう。台湾のコンビニや一部の商店では、袋が有料です。もし袋がいる場合は、数円ですが、お金がかかりますよ。袋をくださいという場合は、请给我袋子と言います。袋は袋子と言います。袋子、袋子。もしくは、请给我塑胶袋と言います。塑胶袋はビニール袋と言います。塑胶袋、塑胶袋。いらない場合は、不要袋子。もしくは、不要塑胶袋と言いましょうね。不要は言いませんという意味です。では、何々をくださいを台湾語でも言ってみましょう。まずは、何々をくださいは台湾語では、チャーホンはと言います。チャーホンは、チャーホンは。なので、これをくださいは、チャーホンは自衛と言います。でくださいは、チャーホンは記念と言います。次、何個欲しいか伝える場合は、個は台湾語では、と言います。なので、1つ、2つ、3つは台湾語では、横に来たら。
声も持ってこいと言うように聞こえ、印象はよくありません。こんなこと言ったら親は使いづらいかもしれないね。でもドリンクスタンドで飲み物を注文するときやレストランなどで料理を注文するときには我要を使います。我要珍珠奶茶、我要小籠包と注文します。基本的に注文や買い物のときには我要を使って、人にお願いして何かをもらうときには请给我を使いましょう。あともう一つ、相手の質問によっても使い分けがあります。お店でご注文は何ですかと聞かれます。すいません、白鳥山登れますか。白鳥山、はい、大丈夫ですか。わかりました、500円ですか。はい、はい、ありがとうございます、はいはい、ありがとうございます。白鳥山の先ですと、はい、六冠の海池の展望所まで行くことができます。あ、そうですか、わかりました、はい、ありがとうございます。お気をつけてください。はい